安藤です。あんたたちということでですね、始まりました。私の大学生時代の恋の話です。そろそろね、大学生でもなくなってくるんですけれども、最後まで見てくださいね。まだ見てないって人は、この動画の概要欄とコメント欄の一番上に再生リストを載せてあるので、第1話からぜひ見てくださいね。安藤前回のね、プロポーズの後に、婚前旅行に出かけたりとね、いろいろあったんですけれども、付き合い始めて3年、大学を卒業する春になりました。 出会ってからはもう4年になるんですね。トムはね、一生懸命頑張ったおかげで、会社の内定を勝ち取り、当時はね、あの、あんまり就職先なかったんですよ。そういう時代だったんです。でもね、なんとか頑張ってね、就職の内定をもらってね。そして、私は私で、全くね、就職活動をしなかったんですよ。なぜかというと、そのまま老人ホームに就職したから、スーツを着て、どうのこうのするっていうことはもうできなかったので、だからね、もうそのまま老人ホームに就職したんですね。 二人で、それまでの間に、コツコツとお金を貯めてたんですよ。一緒に暮らすために。もちろんね、あの、当時、法的には結婚はできなかったんですけれども、二人で暮らすことが結婚生活だって、お互い言い合ってたんですね。ここえーなめっちゃええやん。一緒にね、暮らす部屋の内見に行った時にね、友と私はね、めちゃくちゃテンションが上がってたんですよ。ほんまやなめっちゃええな結構広いし、海も近いしな卒業したと同時にね、部屋を探し出したんですよ。 条件としては、二人とも勤める先からそんなに遠くないところ。そして、できる限りお互いの両親から離れたところ。私たちはね、その時にはもうたった二人で、二人だけで生きていこうって決めてたんです。結局、最終的に決めた物件は、2LDK でね、新しくて、海まで車ですぐだったし、キッチンはシンクが広くて、そしてシャワー水栓で、 <laughs> そこら辺はね、私の希望が反映されたんですけど、家賃もね、二人の給料で出せば、全然ね、問題のない範囲だったんですよ。それまでの友のワンルームの部屋と比べたらね、もう運泥の差だったんですよ。めちゃくちゃ大きかったんですね。私たちからするとね。広すぎるけどな、別に 1LDK でもいいんやけどな、私は。まあ狭いよりは全然いいんちゃう。友もね、嬉しそうにね、バスルームとかね、トイレとかね、一生懸命ね、覗き込んでました。 それぞれの両親には仲のいい友達とルームシェアをして住むって言ってあったんですね。私はね、その時にはね、もう家族とはもう二度と会え,会えない、会わないっていう風にね、決めて家を出ようと思ってたんです。ホルモンで女性化も進んでるし、心はともかくね、同じ体の性を持つ友と付き合うことをうちの両親は許さないだろうなと思ってたんです。それは友の両親もね、もうね、友以外は 全部捨てて、彼と一緒に生きていこうって決めてたんです。その時には。アンド家をね、出て行く朝はね、綺麗に晴れて、抜けるような青空でしたね。荷物をね、先にね、その新居の方に送ってたので、小さいバッグだけを持ってね、部屋をね、最後に眺めたんですよ。部屋ってね、ガラン堂に何もなくなったらね、やけにね、音が響くんですよね。いろんなうざいこともあったし、まあ楽しいこともあった部屋だったけれど、この部屋に入ることも、 そして実家に帰ってくることもないかもしれないと思って一生懸命ね目に焼き付けて家を出ましたカタンってね門を丁寧に閉めてもう一度ねずっと暮らしてた家をね見上げてね誓ったんですよ「友と生きていく」ってそして友との待ち合わせ場所の一応坂道に向かったんですねいつもいつもね待ち合わせの度にはやる気持ちを抑えて小走りで坂道に向かってたなぁと思い出しながら それはね、きっと友達として始まった4年前からずっとそうだったんですよ。坂道にはね、先に友が到着してハザードをつけて待ってることが多かったけれど、私の方が先について、まだかなまだかなって待つこともあったんですね。そんな時、私は坂道をね、こう見下ろしてね、まだかなまだかなってね、友の車がね、カーブを曲がって見えてくるのをね、 いつもいつもね、楽しみに待ってたんですよ。見覚えのありすぎる車体がそのカーブを曲がってくるのが見えると、ね、なぜか知らないけど、それは友の車って完全に分かってるのに、いつもね、ナンバープレートのね、数字を確認するんですよ。2209。友の車だって分かってても、いつもね、確認するんですよね。 その坂道にあるね、胃腸の植え込みはね、年中ね、当たり前にそこにあって、緑に芽吹いて、秋には金に変わって、そして落ちて、また芽吹いてっていうサイクルをね、ずっと繰り返してたんですよね。この坂道で待ち合わせるのもね、私が家を出ていくその日が最後だったんですよね。これからはね、ずっと友と一緒だから。そんなことをね、思い出しながらね、待ち合わせ場所の坂道に向かったらね、友はすでにハザードを出してね、止まってたんですね。 いつもの癖ででナンバーを確認するんです。るんん愛しい数字なんです。そしてね愛しい坂道でそして愛しい胃腸の木たちで車に近づきながら運転席の友の顔を見た瞬間涙が溢れたんですよね親のこととか今までのこととかこれからのこと全部がね全部が全部ねなんかもう愛しくて愛しくてね そんな風にね、泣きながら車に近づく私に気づいた友は、助手席のドアをバンと開けてくれてね、何泣いてんね子供か。はよ乗りや。私がね、乗り込むとね、友はね、ハザードをね、方向指示器に切り替えてね、もう最後やな、ここで待ち合わせるんも。ありがとうな。ありがとうって何私はね、ティッシュで涙を脱いながらね、聞き返したんですね。なんか全部。俺たちが友達の時から、ずっとここでな、待ち合わせてきたいもんな。車は動き出してね、 そして、友はね、小さい声でね、バイバーイって言ったんですね。アンド友と暮らし出したんですけれども、その生活はね、本当に、うん、もう幸せだったとしか言いようがないですね。朝寝起きが悪かった友を、なんとかこう、あの手この手で起こして、朝食を食べさせて。そして、その間にね、私は書いておいたメモをね、友のね、財布にね、忍ばせるんですよ。ふって。<laughs> 昼間、 友がお弁当を食べながらその手紙を読むみたいな感じが続いてたんですね。友のワンルームで私が帰る時にはメモをいつも本に挟んで帰るっていうのが一緒に暮らし出してからは私が友の財布にそっと入れるっていう風に受け継がれてたんですね。ただいまーって言ってね、帰ってくるんですけれどもその時にまず友がすることっていうのはその財布の中のメモを取り出してタンスのね引き出しにねしまうことだったんですよ。 その引き出しの中にはね、私が今まであげてきた手紙とかメモとかが全部詰まってるんですね。火事になったらな、お前よりこの引き出しをまず持ち出そうと思ってる。なんだそれ。だってな、この手紙の中のお前の方がな、素直で可愛があるんやもん。とかね、言ってましたね。二人だけの暮らしの中で、私がとても気になってたのがね、友の両親のことだったんですね。友はね、一人っ子だったんですよ。 私たちが仲のいい友達同士だっていうのを信じて疑わなかったそのご両親が二人で食べなさいって言ってね色々いろいろとね差し入れをねよく送ってきてくれてたんですよそのたんびにねもうねなんか胸が痛んでね嘘ついてることとかうーんあと友からなんか普通の生活を奪ってるような気がして普通の幸せうん友は女の子が好きなので普通の幸せを求めようとすればできるわけじゃないですか普通に 女の子子と知り合っっててて結婚して子供を産んでっていう自分の子供を作ってっていうことができるわけじゃないですかその幸せを私が奪ってるような気がしてこれはもう考えても仕方のないことだったんですけどもよくね考えちゃってたんですねそして彼の両親からも結局奪っちゃってる孫の顔を見るとか普通の何が大事なん俺たちは好き同士で普通なんやからいいや友はねこんな風によく言ったんですけれども私はねうん普通っていうことの素敵さというかありがたさというか それはね、よくよくね、身に染みて知ってたんですよ。だからこそね、申し訳なさが先に立っちゃったんですね。特に友のご両親には。だからね、時々ね、あの友の名前でいろんなお菓子とか好きな食べ物とか、ご両親の誕生日にはプレゼントを送ったりとかっていうことをして、なんとかこうバランスを取ろうとしてましたね。 部屋でトモがなんか読んでるなと思ってパッて見たんですよ。そしたら私の小さい頃の、ね、アルバムだったんですよ。小学校卒業するくらいまでのアルバムは持ってきてたので、それをね、友がね、一生懸命見てるんですよね。ギャーって言って私。<laughs> あんまり見られたくなかったんですよね。なんでこんなん見るなんでやーとかって言って大騒ぎしてる私に、これどこって言って。 見たらね、私が2歳くらいの写真で、母親と私のお兄ちゃんと、なんか3人でね、どっかの釣り堀かなんかで釣りをしてる時の写真だったんですね。昔の家に住んでた近くの釣り堀かな多分、うん。これは何歳これどこなんみたいな感じでね、すごい質問攻めにされたんですね。そして、最後に、 よし今日はお前が育った町に行こうあんドこんなちっちゃかったっけな私はね、小学校の門中に手をかけてね、大はしゃぎしたんですね。私が住んでた団地に向かう途中にあった小学校に立ち寄って、車を止めて、私はね、はしゃいでたんですよ。へぇ、この小学校に通ってたんや。友はね、 物珍しそうにね、ここなんやなーって感じでね、見渡してたんですよ。うん、そうやねん、そうやねん。この花壇に座ってな、友達と話したりな。運動場がな、めっちゃ広かった。他の小学校と比べて。あのな、峠校中もな、よくな、本読んでな、溝にはまったりしててん。とか、ただただね、思い出すままにね、マシンガーのようにね、喋ってたんですよ。 それをね、友は、そうなんや、そうなんや、って相、ね、合図地をね、打ってくれたんですね。あの、昔住んでた場所に行ってみると、全体の作りの小ささにびっくりしません自分が小学校の時に見てたからかもしれないんですけども、自分の体が大きくなったからいや、私はね、その、思い出の中の、思い出の街大きい説を信じてます。<laughs> 思い出の中ではね、街って大きくなるんですよね。なりませんか私だけそして実際に行ってみるとね、こんな小さか って思うことがよくあるこんな道幅狭かったっけとか。こんなに家小さかったっけとか。あの、小学校の説明が終わると、もう一度車に乗り込んで、今度は私の住んでた団地に向かったんですね。どこの道も思い出ばっかりで、あ、ここでこうしたな、あしたなとかって思いながらね、車を進んでいくんですけれども、この一戸建ての家を曲がったらね、私が住んでた団地群が見えるはず。そうそう、ここここここを曲がったら見えたみたいなね。 私のね、視界がね、立ち並ぶ団地でいっぱいになったんですね。4階ほら、あそこの4階今、白いカーテン引いてあるところ。あそこに住んでてんほんでな、あの木見て、あの木。あの木にな、よくな、登ってな。ボケーとしてた。そうなんや。ここに住んでたやな。いや、なんか嬉しいなぁ。お前が住んでたところに俺がおるわと思った、なんか嬉しい。それからね、二人で、裏山に行ったり、私が昔飼ってたインコのピーコちゃんを、 埋めたところを案内したり、そんな風に色々と回ってたんですね。友がさ、生まれ育ったところはどんなところなん友は小学校の高学年ぐらいまでは、神戸の下町あたりに住んでるっていうことは聞いてたんですね。こんなにいっぱい緑はなかったな。だからな、空き地とか見つけたらな、すぐな、遊びに行ってて。もう絵に描いたような下町やったからな。そうなんや。今度連れてってほしい。そやな、行こうな。好きな人のね、過去を聞くのは楽しいですよね。 でも、なんか寂しくないですか取り残された気がするからかな。だってどう逆立ちしたって自分の影がそこにはないじゃないですか。まだ出会う前の友だったから。そしてね、私がいつも遊んでた公園で二人で逆上がりできるかどうかっていうね、対決をしてたんですね。お前スカートなんやからそれやばいって。当時ね、私ね、もうね、スカートとか履いてたんですね。そうかな。じゃあスカートもパンツの中入れようかな。 あ、それ女子がよくやってた。やろなんかちょうちんみたいにしてな。パンツ見せへんように。でもあれパンツ見せるっていうか、それ以前の問題やんな。確かにあれやなかったな。もうね、夕暮れになってね、木の間を抜けてね、夕日が長ーく伸びてるんですよ。金の一本道になってね、落ち葉を照らしてたんです。その日は私たち二人が幸せだった日々に刺す最後の光だったと思います。アンド一緒に暮らし出してからね、半年以上経った、 12月のね、ある夜ね、やっぱクリームシチューかな、ビーフシチューかな、俺はクリームシチューよりビーフシチューの方が好きかな、なんかそういうような、あの、どうでもいい会話をしながらね、二人でね、キャ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 ね、ご飯を食べてたんですね。そしたらね、友のね、携帯の着信が鳴ったんですよ。そしてね、私たちの終わりが始まりました。 あんたたちまた見てねあ